し季節外れの話をさせてください。お雛様じゃなくて、私はキリスト教徒ではないんですけど、マリアが馬小屋で子供を産んだという話が好きなのである。寒い屋外で子を産む女と冷たい夜空の下に生まれてくる子供の物語が好きなのである。海馬桶の獣臭い稲わらの中、冷たい熱いチロチロチロと生まれてくるよ。夜空を割って孤独の命がチロチロチロと生まれてくるよ。私は神を信じていないにもかかわらず、十数年前から祈ることを覚えた。連絡の取り合えない娘の無事を、真っ暗な夜に向かって祈るのである。チロチロチロと夜空を割って孤独な命が生まれてくるよ。忙しさや貧しさの中でひび割れた女たちの川床の水が枯れないように、チロチロチロ孤独な命が夜空の下に生まれてくるよ。清しこの夜、夢やすい